ラブジョイ・ファウンテン・パークはアメリカ合衆国オレゴン,ン州ポートランドのダウンタウンにある都市広場公園。1966年に完成したこの広場公園はアメリカのランドスケープアーキテクトローレンス・ハルプリンによって設計された。この公園はハルプリンが設計したサウス・オーディトリアム・ディストリクト都市再生地区にある一連の噴水と広場の中で最初の公園にあたる。 公園のコンクリートの輪郭は、ケラーハウンテンパークを含む他の公園とつながる並軌道の歩行者天国に囲まれている。またこの公園は、ポートランドの町で最初の土地所有者の一人であるアサラブジョインにちなんで名付けられた。噴水に加えて、公園はまた、ハルプリンの共同者で知られるアメリカ人建築家。 チャールズ・ムーアによって設計された大きな銅で覆われたパビリオンを備えている。ライフ・マガジンは、開館後間もなく、公園を、湿った、乾いた、きらびやかで性的な移植された荒野の一辺と、表現した3ページの写真付きミット、シティ・マウンテン・ストリームを発表。ハルプリン・ランドスケープ・コンサーバンシーは、2001年に、ラブジョイ・プラザ、アイラクラ・ファウンテン及びペティング・ローブ・パークを強化し、 保護するために設立された。ありがとうございます。